おはようございます。谷くん、今日もここですね。今日はね、曇り。今日またいきなり気温が下がって、明日もっと下がるみたい。だから谷くん、ちょっと寒いんだと思う。でもまた土曜日さ、すっごい暑くなるみたいだし、この温度差ね、仕方ないけど、あったかくしてなさい谷くんね。オッケー。ふみくん、この辺いたんだけど降りてきましたね。サメちゃんはゴミにくっついて歩いてるからね。おはよう、サメちゃん。サメちゃん、お手手冷たいよ。ねえ、寒いんじゃない？フローリング歩くとめっちゃ手冷たくなるんだけど、今もうカーペットの上でも手が冷たいじゃん。大丈夫か？今日涼しくなるからね。ゴミあったかそうだよね。もうほんもほんだから。お顔キレキレしてますね、ポミちゃんね。うん、暴れん坊なの、ダムちゃん。すごいね、ちょいちょい。はいね、ポミくんにもおはようしに行きましょう。うん。暴れん坊してますね。おはよう、ポミちゃん。ね、おもちゃ取られちゃったの。チーズの持ってたじゃん、さっき。あげたの。はい、ちょ、優しいね。それでいいな、ポミは。しょっか。優しいね、あなたはもう。ポミちゃんも、今日も一日。サムちゃん泣いて大変でしょうけど、頑張ってくださいね。ゆっくりできるときはしてなさいよ、疲れちゃうからね。はい。ご飯とおやつの時間でしゅよ。お座りしてください。サムお座りでしょ。そうね、グッベイビー。ポミちゃん、今日も歯磨きさんのクッキーね。全集中型ですね。はい、どうぞ。サムちゃんはどっちお手？そうね、はい、おかわりね、へいよ。ちょっとちゃんとお手できなかったけど、遠すぎるのよ、あなた。早いね、上手ね、ガニガニね。終わったらもう少しおやつしましょう。タイトも終わりましたか？じゃあ今日もお肉ちゃんのおやつからいきますか。これ好きでしょ。ポミクからだからね。サムちゃん横入りしないでね。お願いします。はい、ポミ。はい、サム。よし、ここで食べてる。まだもらうわよっていう合図ですね、これは。しかも早かった。ね、柔らかいから早いんだよね、二人とも。今日のハロウィントリートはかぼちゃさんにします。半分こうね、これ硬いから結構割るの大変。全然綺麗に半分にならなかった。まあいっか。はい、お座りして。ポミクからだからね。はい、ポミ。ナミちゃん、ちょっとちっちゃいの二つになってるんだ。食べれる？一つをお口から出しておいて、一つを先に食べる方式でいってますね。ポミちゃん早いなー。あ、もう一個持ってっちゃった。終わりましたか？じゃあ最後もお肉さんにしましょうね。これで最後だからね。横入りもなし。味わって食べてくださいね。じゃあポミ。はい。タム、味わって。そうね。タムちゃん味わってるの。早かったですね、お兄タムね。興奮しております。なんか外で着せ上げてる人がいてね。あ、喧嘩しないの、もうそんなことで。同じとこに酔いたいんでしょ。順番越して。なんか床舐めてるね。サムが落としたやつ舐めてんじゃない。マミちゃん見て、もう最後よ。ないよ。はい、確認、最後の確認できました。じゃあお庭さんに行って運動少ししましょうね。起こします。興奮してますね。午後のお庭探索タイムです。ね、今日曇ってるでしょ。しかも風冷たい。涼しいっていうよりかは、私はちょっと肌寒いぐらい。昨日エアコン入ってたのにさ、そりゃね、サムちゃんね、手足冷たくなるよっていう感じ。私も半袖で出てきたけど、今日は長袖でいいと思う。明日もっと涼しいみたいだから、ちょっと着るもの考えないとな。なんか今日は後ろついて歩いてるんだよね、サム。ポミちゃん今何してた？お尻こすりつけてたね。多分外でね、ワンワンギャンギャンやってたので怖かったのがあったからだと思うけど、もう慣れたかな。ポミはそこで何をしているの？お尻かゆいの？ああ、そんなのこすりつけて。あ、またこすりつけの儀式始まっちゃいましたね。そう、サムちゃんここ飛ぶようになった。ポミくんそこにお尻つけたの。そうだね。ポミちゃん、肛門腺絞らないとかゆいんだね。シャンプー行かないといけないね、もうね。明日サムちゃん病院行くから、その時お父さんに見てきてもらおう、一緒に。クモの巣に引っかかるね、オタクたちは。なんか帰ってくるとさ、二人ともクモの巣まみれだったりするんだけど、今めっちゃ落ちたけど何。カラスいる、カラス。サムちゃん何してんの？種か。石終わった？まだ？ポミお尻かゆいのね。わかったわかったわかった、お父さん言っとくから。はい、壁にもこすりつけてます。そ
ご来場にとりあえず体をこすりつけます。そして白い毛が黄色くなっていきます。どんどんサム何してるのか気になるみたいですね。ふみちゃんやめなよ。もうちょい入る。分かった分かった。ちょっと見して綺麗。うん、まあいいか。オッケー。どうぞ。あ、サムちゃんも珍しく入ってった。怖いみたいですね、カラスが。サムちゃんお調子よくお家入ってったと思ったらこれ持ち帰っておりました。大事だって言ってたけど取り上げでございます。あと多分ね、外寒かったんだと思う。ゆっくりしててね。ね、お昼ね。なんとなくお家のことも終了いたしまして、もう4時半なんだけど、お買い物に行ってこようと思います。結構今日も移動距離があるので、できれば6時には帰ってきたいなと思っているので、のんびりせずね、パパッと買うものだけ買って帰ってこようと思います。行ってきます。まずはスプラウツで、広告にね、私の好きなオーガニックのブラックグレープが安くなってたので買いに来た。いろいろ回ってやっと最終目的地のバース&ボディーワークスに来ました。可愛いプラグがあるといいなと思っております。お家帰ってきました。今お庭の水やりして6時17分。ちょっと目標時間より遅れてるんですが、購入してきたものですね。スプラウツでこれ買おうと思って行ったんだけど、オーガニックのブラックのグレープ、これ本当に好きなので後で洗って食べようと思います。もう一個の目的のバス&ボディーワークスではこれを買ったの。すごいシンプルなやつなんだけど、今シーズンのやつが多くって、まあね、今しか使えないからっていうことで、すごいシンプルなのにしたんです。この下につけるものの色も選ばないし、いいなと思ったのと、あとね、ナイトライトのセンサーだったの。これだけセンサー付きだったんですよ。ここで使ってるこれ、常に電気がついてるタイプでセンサーじゃないんです。これはね、センサーで暗くなったら光るっていうタイプだったから、あ、ならこっちの方がいいんじゃないと思ってこれにしたの。プレーダージョーズで買ってきたもの結構あるんだけど、最近気に入ってるポテトのスナックを3袋買ってきました。それからこのジャパニーズスタイルのパン粉、この前パン粉を使い切っちゃって一回これ試してみたかったので、ちょうどいいやと思って買ってきました。生クリーム買って、で、今日のお試しヨーグルトはオーガニックのバナナとバニラのやつ。いつも通りのトマトと、最近パスタ弁当なのでベーコンあると便利だからベーコンを買いました。で、あとはこれはね、 Facebook 見て思い出したんだけど、この時期になったんですよ、このパイ生地が出てくる時期だと思って。で、この時期に出てくるスイートポテトですね、日本のお芋さんですね、を買っておうと思って、これとこれでね、スイートポテトパイにしようと思ってたら、なんとオーガニックの今度ね、紫芋もあったの。これは紫スイートポテトって書いてあるんですけど、中はこの色ね、なんだけど、これはね、絶対に紫っていうやつで、ちょっと高かったんだけど、食べてみたいなと思って、芋男爵がうちにいますので、芋をいくらでも食べますから、いいやと思って買いました。なので、ポテトも買って、今日芋祭り。ポテトスナックもあるしね。で、いつも通りのミネラルウォーターですね。スパークリングミネラルウォーターのグレープフルーツ味を買ったのと、これ、スパゲッティスクワッシュですね。これもオーガニックですね。スパゲッティスクワッシュ。と、そうめんかぼちゃ。去年の結婚記念日に、これを器にして、ラザニア風のものを作ったんですよ。で、久しぶりに作ろうかなと思って、レシピ教えてくださいっていうようなね、コメントもあったのを思い出して、思い出しながらまず半分作ってみて、うまくいったらもう半分でレシピにしようかなと思っております。ウォルマートにも行ったんだけど、ハム&ハマーの重曹、まあ、サブちゃん粗相した時にシャッシャッと巻いて、掃除機で吸うやつなんですけど、を買ったのと、ストライデックスもなくなるので買ってきました。このグレードのルームフレグランスも買いました。アクアファーのリップリペアかな、欲しかったんだけど売ってなくって、まあとりあえずもうなくなっちゃうしということで、このワセリンのチューブのやつを買ってみましたので使ってみようと思います。私唇こういうので荒れるからどうかなと思ってるんですけど、はい、試そうと思っております。ではね、まずこれを片付けて、洗濯物を最後のがあるから畳んで、お散歩に行こうと思っておりますので、ちょっと暗くなっちゃうんですけれども、さっさとやっていこうと思います。それでは近所一周ですね、お散歩に行ってこようと思います。リードしてないけど出入り口でしようかな。昨日と違う、ここのお家スクリーンにここのお家も映すやつになってる。パンプキン喋ってる、かわいい。だいぶ今日進みましたね。この道はちゃんとさ、街灯がさ等間隔についてるんだけど、
うちの森はね、全部切れちゃってるんだよね。困ったことに。だからものすごい暗いんです。この道だけ明るいの。他のところ結構暗い。お家に帰ってきました。お腹すいた。今日はご飯食べる時間がなかったの忘れてたわけじゃありませんが、納豆ご飯にしようと思っているので、やっていこうと思います。ポミもお腹ちょいた？じゃあご飯にしようね。タムちゃんはどうかな？はい、ご飯にしましょうね。これタムちゃんの、はい、これポミくんのでしゅ。はい、お手、よし。タムちゃんは？お手？おかりもしゅんの？はい、上手。ゆっくり食べてね。ヨーグルトちゃんあるからゆっくりよ。はい、ヨーグルトちゃんしますよ。ポミちゃん。舐めよ、ポミ。フライングしてお口についてるゴリをバレちゃうじゃん。そんなちゅけてたらもう。タムちゃんなんでこっちいるの？わけわからんちになっちゃうから。こっち来なさい。はいはい。おしわりさん。フライングの子誰？しょうがないね。お手。おかわり。もう一回してお手。おかわり。お手。おかわり。もう一回。お手。もう一回。じゃあ最後。お手、おかわり、よし、グッポー、ゆっくりよ。タムちゃんは、お手、少々、おかわり、はい、お手、おかわり、上手、よしよ、食べなさい、ゆっくりよ。佐藤さん、今日も遅いかもしれないけど、それまでのんびりしててくださいね。それでは、ご飯食べていこうと思います。はい、宣言通り、納豆ご飯を作って。最近パスタ弁当なので、味玉作ってないから、今日はお海苔を混ぜ込みました。あとは同じ。コリアンマーケットのナムルとおひたしも残っております。昨日お父さんお弁当余っちゃったからそっち食べたので、こっちは全然減らなかったので、今日は食べきっちゃおうと思います。それでは、いただきまーす。お父さん帰ってきたかな？今日は昨日より早いね。いるかな？いた？お父さんいるねって言ってるよ。それ削んの今日。うん。忘れてた。うん。そうなんだ。あれ、おトイレ行かないまま入って行っちゃったけど。おトイレ行かないの？私がトイレ行く。あ、そう。お父さんただいましてくんなかったね、多分。おトイレ行きたいみたいよ。漏れちゃうんだって。お父さんまたお外行くから、その時おトイレしよう。お外探索中ですね。今から削るんだって。お父さん、ポミおしっこした？じゃあおしっこしてからお家入ろう。お父さん出てっちゃったと思ってるみたい。車に工具しまいに行っただけなんだけど、待ってます。サムちゃん我関せずだな。寒いからさっき外出たがらなかったんだけど。来たの、父ちゃん。よかったね。娘てえの。うん。サムちゃんお家帰ろう。お父さん昨日に引き続きお家帰ってきてからもお仕事しておりますが、せっかくねお芋買ってきたので紫芋の方でスイートポテトパイにしてみました。夜のティータイムでございます。落とさないようにね、ボロボロ。ちゃんと手添えて食べて。おお、すごいしっとりしてる。うん、おそう。芋男爵としてはどうですか？ちょっと芋の味が薄いですかね、これね。うん、水っぽかった、ちょっと。うん、あ、でも、うん、味わってたらきます。うん、大きいの2つあげたのでまだ食べたきゃあるからね。思いました、美味しいです。はい、よかったです。じゃあ私もお茶飲みながら食べながら編集進めていこうと思います。今お父さんトレーニングしておりますが、これが終わりましたら今1セット目だと思うんだけど、3セットやるのでいつもお風呂入ろうと思います。トドくん、おやじみなちゃーい。トドくん、また急に涼しくなったね。暑くなったり涼しくなったり大変だね。明日タムちゃんね、注射なんだって。お父さん言ってたよ。また注射して暴れんぼたんになってね、怪我しちゃったら大変だからお利口さんしなさいよってトトくん言ってあげてくださいね。一緒についてってあげて。ダメよって、じっとしてるのよ、お利口さんよって。お願いしますね。今日も一日ありがとう、トト。ゆっくりねんねしてね。おやじみ、おやじみ、おやじみ。とーにく、おやじみ。今日涼しいからね、あったかくして寝てね。ニューに来たよ。タニクチュキチュキって言いに来たじゃん。明日もっと寒いみたいだから、タニくん。あったかいとこ入っててね。やめてって言ってるよ、サムちゃん。タニくん、ママ聞いちゃったよ、父ちゃんから。チュールなくなっちゃったんだって。毎朝の楽しみだったのにね。どうしよっかなってお父さん言ってたけど、なんかいいおやつないか明日見てくるね。サニくん気に入ってくれるといいんだけどな。なかなかグルメちゃんだからな。あ、ポミタ来たね。一緒に並んでねんねしよう。じゃあ
今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやちみ、おやちみ、おやちみ。てにくごぼーい。おやちみ。ぼみく、おやしみ。てにくと並んでお利口者ねんねしょんのお見合いこれ。いいね。何かおいでって言ってくれたの、ポミに。ポミくん、明日サムちゃん注射なんだって。ポミも一緒行く？お付き合いする？サムちゃん大丈夫よって言ってあげる？ポミも病院からワクチンがどうのこうのっていうテキストママに来てたけど。お父さん明日聞いてくれるって。ポミも行かなきゃいけないんだよね。それから、シャンプーのこともお父さん聞いてくれるかな？一緒にしてこようね。この前のお姉ちゃん気に入ったんでしょ？よく言ってじゃん。ね。嬉しいね。じゃあ明日早起きさんして一緒に行こうね。今日も一日ありがとう。ゆっくり寝寝してね。おやーちみ、おやーちみ、おやーちみー。たむちゃん嫌なの？いいよ、ぽみ。おいで。はい、ぽみくぐぽい。おやーちみ。たむちゃん、ここ寝寝しゅんの？ベッド？じゃあまずお洋服脱ごうか。はい、たむちゃん。ここ寝寝しゅんだよね。あったかい作ってあげるから。あら、初期なとこできたじゃん。お仕事寒いから行きたがらない子誰でしゅか。明日もっと寒いよ。それから明日もっと大変だ、タムちゃん。注射だよ。注射で暴れん坊して、ここから血出した子誰でしゅか。明日暴れん坊しないでね。明日もまた、ここにぬりぬりするお薬もらってこないとね。早く5パウンドにならんねえかなってお父さん言ってたけど。どうでしょうね。じゃあ今日もいっぱい遊んだから疲れたので寝ましょうね。おやすみー。本日も無事にベッドに入りました。ただいまね12時半過ぎです。お父さん寝てます。スースーと寝息立ててぐっすり眠ってるんですけど、そのうちいびきかき始めるかなと思います。2時間半ぐらい前かな、恵子さんのね Facebook が乗っ取られて、メッセンジャーで今暇ですかとかそういう感じのメッセージが来て、それに返事をすると、まあ、ちょこっとやり取りをして、まあ、プリペイドカードみたいのを買ってきてほしいっていうような流れになる乗っ取りが Facebook でもあって、私の友達も昨日かなやられて、それを拡散してたのね。だから私恵子さんから、これは恵子さんの口調じゃないなっていうメッセンジャーが来て、しかもメッセンジャー恵子さん送ってこないから、いつもテキストだし、なのでおかしいなと思って、そしたらすぐさま、まあ、日本にいる私の大学の先輩、ちーちゃんが、ちょっと大丈夫かなっていう感じで LINE 送ってきて、あっと思って、その前に私、恵子さん乗っ取られてるよってテキストしてあったんだけど、既読になってなかったからおかしいなと思って、まあ、ミサに私電話する予定もあったから髪の毛やってほしいって、ちょうどいいなと思ってミサに電話したら、ママリビングで寝てるって言ってて、で、それで気づいて、パスワード変えて、なんだかんだやってるんだけど、みんなにお知らせしたいっていうことで、Facebook の方で、これは私じゃないから返事しないでね、とか、気をつけてくださいねっていうことをやっぱりポストしたいっていうことなんだけど、それがね上手に反映されなくって、まだねわちゃ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 してて今やり取りしてるんですけど、まあ多分もう一回ねログアウトしてログインすればできるんじゃないかなと思ってるので、今ログアウトしてるっぽいんだけど、まあそんなこんなでねわたわたしております。 Facebook ね利用されてる方、乗っ取りが私の身の回りでもかなり起こっておりますので気をつけてください。明日サムちゃん病院のアポイントが入っていて注射するってお父さん言ってたんだけど、この前と一緒で9時の予約になっているので、まあポミも連れてサムちゃんの餌がなかったりとか、サニ君のおやつをちょっと見てこようかなと思ってるので、まあペットショップうろうふろしてこようかなと思っておりまして、お父さんその後仕事に行くんだけど、ということで私どうしようかなとは思ってたんですが、明日もね朝病院どんな様子かっていうのをフィルミングしようかなと思っておりますので、今日はこのままバイバイではなくて明日の朝またバイバイしようかなと思いますので、あまり遅くならないうちに休もうと思いますので、ひとまずここで寝ます。いつもこれなんか変な感じがするんだけど、はい、ではとりあえずおやすみなさーい。おはようございます。今日お父さん前回仕事着で行って煙になったので私服です。8時50分前ですので、お家を出発しました。サムちゃん注射です。お見舞います。行ってきます。病院着きました。ポミと今サムちゃん下ろしてもらってます。サムとポミが絡み合っちゃって、中でも全然もう忙しくてビデオ撮れなかったんだけど、無事注射終わってきました。ちょっと肩から血出てるけどね、お父さん。
お父さんちょっと時間がないからっていうことで、ささっとサオミちゃんの餌とサニくんのチュールの代わりになるおやつをちょっとだけ買ってきまして、車に戻ってきたんですけど、フミが大興奮してます。なんか美味しいものもらえるんじゃないかと思って。今日先生初めて違う方でね、男の人だったんだけど、もう最初から診察台にお菓子をばらまいてお菓子もぐもぐしながらやってたんだけど、注射が見えたらやられるの分かったみたいで、急にお菓子も食べなくなるしね、逃げるし、やっぱり学習してるなと思います。今ちょうど2キロになって、なのでまだフミと同じハートワームの薬はもらえなかったんですけど、次はサムちゃん避妊手術になるので、今日お父さん予約取ってました。でポミちゃんのワクチンと健康診断の予約も取ってたので、先にポミの健康診断とワクチンかなと思います。とりあえずね、お家帰ります。ということでお家に帰ってきました。サムちゃんも元気そうです。ワクチンの後とかあんまりこうぐったりしてたりとか、疲れてるとかもなく元気に走り回っております。毎回ね、だから今日もそんな感じなのかなと思うんだけど、少し安静にしててほしいなと思うんですが、次の避妊手術で一通り一連の流れが一回落ち着くのかなとは思っております。変わらずサムちゃんのご飯はこのチワワパピーのやつを買ってます。チワワかどうかのちょっと疑惑が出てるけど、体の大きさ的にはこんなもんかなって思ってるので、サニくんのチュールに変わるおやつ、これ5本入りなんだけど、ツナ&サーモンとツナ&ファイバー、チキン&スキャロップを買いました。15本あるからこれで2週間持つので、その間にお父さんがどうにかしてチュールを入手するって言ってるので、買ってもらおうと思います。今慌てておりますが、お父さん今お家出ようとしておりますね。お父さん無事にお仕事を出て行きました。今ねちょっと霧雨みたいのが降ってて、今日はとっても肌寒いです。今日私はサムちゃんの様子見ながら、撮れたら座りのビデオを撮ろうかなと思っておりまして、そしてね今日金曜日なので、週末 YouTube ライブ何事もなかったら行おうと思っております。あ、ちょっと日差しが出てきたね。なのでそれまでね、まあ、体力温存しつつ過ごしていこうかなと思っておりますので、お時間ね会う方はよろしければライブ遊びに来てください。なので今日1日の Vlog はお休みさせていただこうと思っております。明日はちょっとね暗いんだけど、まあどうかなと思いながらこの前 MAC のアイシャドウを使ってゲットレディを撮ったので、そちらをスケジューリング組んでおります。見づらいかなとは思うんですけれども、まあお話聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますので、ご興味のある方よろしければそちらもご覧ください。それでは2日間にわたる Vlog 最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。